チアクアリウム海洋生物学科海洋生物ドルフィンコース卒業生の大野美優です。今は新潟市水族館マリンピア日本海の第一係と呼ばれる場所で働いています。第一係は魚類やクラゲ、甲殻類などを扱っています。私は今甲イカと呼ばれるイカの卵の飼育を行っています。卵から小さなイカが孵化してきたとき、とても感動的な場面です。その小さなイカを大きく育てていることにもとてもやりがいを感じています。湾はとても水族館に近いですし、近くに海もあります。とてもいい環境ですので、ぜひ湾に進んで水族館スタッフを目指してください。頑張ってください。